うちの子愛情不足かもしれない、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、子供が愛情不足になる言葉トップ3という話をしていきます。お子さんがですね、愛情不足になると、例えば学校に行けなくなったりとか、親に反抗的になったりとか、わざとね、親が困ることをしたりとか、様々なね、問題を起こすことがあるんですね。やっぱ親としては結構ね、困るのではないでしょうか。じゃあどういう言葉を使うと子供が愛情不足になってしまうのかっていうのをね、今日は紹介したいと思います。もし一つでも当てはまるところがあったら、これをやめるだけでね、お子さんかなり変わってくると思うので、ぜひね、チェックしてみてください。一つ目は何かというと、例えば学年順位一桁取らなければ部活はやめろみたいな言葉ですね。これなんで良くないかっていうと、いわゆる条件付けの愛情だからです。1位を取るとか一桁を取るなら、お父さんお母さんはあなたのことを認めてあげるよっていうふうに子供は思うんですよ。で、基本的に子育てっていうのは、最初は無条件の愛からやっていかないといけないんですね。無条件の愛っていうのは、別にあなたがどんな状況でもお父さんとお母さんは愛してあげるよ、これが無条件の愛です。でも、この学年一桁を取らなければ部活をやめなさいっていうのは条件付けの愛になってしまうので、結果的に子供は、お父さんお母さんは僕のことが好きじゃないからこういうことを言うんだなっていうふうに思ってしまうわけです。さすがにここまでね、厳しいことは言わなかったとしても、よくね、ある類似の言葉としては、お兄ちゃんは〇〇点取れていたのに、なんであなたはこの点数なのみたいな言葉とか、そんな気持ち悪い髪型やめなさいとか、こういうのも言ってしまえば条件付けの愛なんですよね。お兄ちゃんはっていうのは、お兄ちゃんは丸点取れていたのに、あなたはっていうのは、結局、言ってる意味は同じですよね。丸点取れなかったらあなたのことを認めないよっていうふうに子供は捉えるからです。この髪型のやつも、例えば、じゃあ子供がね、ちょっと、じゃあ赤色の髪型にしたとします。そしたらね、黒色の髪型じゃないとお父さんお母さんはあなたを認めないよっていうふうに子供は捉えるからですね。なので、別にね、これで子供がも問題なくね、そこで笑い合えるような関係であれば全く問題ないんですけど、基本的にはね、愛情不足になることがあるので、そうじゃなくて無条件の愛情、いわゆる別に成績が悪くても、あなたはいや、こんなにいいところがあるんだよとか、そっちの言葉に変えていくことが大事です。2つ目はですね、お前はお父さんの言うことだけ聞いてればいいんだっていう言葉ですね。これはどういう言葉かっていうと、言ってしまえば子供の自由を奪ってしまうような言葉です。こういうことを言うと、結局子供っていうのは、俺の人生を親に決められるんだっていうふうに思うので、それはね、言ってしまえば親の愛情ではないですよね。だから、本当に愛を持って自分のことをね、向き合ってくれていたら、自分のね、夢とかを応援してくれるはずなんですよ。でもそれをしてくれないわけなので、結局自分のことが自分は愛されてないから、こういう言い方をしてくるんだなっていうふうに思ってしまいます。ここまでね、ひどい言葉じゃなかったとしても、類似の言葉としては、高校なんてやめて、〇〇高校なんてやめて、〇〇高校に行きなさいとか、〇〇部は変な子が多いからやめなさいとかね。こういうような言葉を言っても、結局子供はね、同じように捉えます。なので、どのようにしていけばいいかっていうと、そうではなくて、あなたが決めたことなら応援するよっていうようなニュアンスの言葉にした方が、いいと思います。例えば高校でね、子供と揉めたとしても、あなたが自分で決めたなら、それをお父さんお母さん応援するから頑張りなさいよとか、たとえね、なんか親としては望んでいない部活動に入りたいと言ったとしても、あなたがやりたいなら一回やってみたらみたいな言葉にしてあげた方が子供は愛情を感じます。最後3つ目ですね。お前なんて読まなければよかった。これはね、なんでいけないかっていうと、子供の人格を否定する言葉なんですよね。こんなこと言われたら、やっぱ子供はね、悲しむわけですよ。ここまでね、ひどい言葉言わなかったとしても、類似の言葉としてはね、お前は本当にクズだなとか、お前はいつからこんなにバカになったんだみたいなね、言葉を言ってしまうってこともあるかなと思います。ついカッとなって言ってしまったとしてもね、もし言ってしまった時はしっかり謝るってことが大事です。で、逆にね、こういう言葉をよく言ってしまうような時っていうのは、子供が間違った行動をした時だと思うんですよ。じゃあそういう時は何て言えばいいかっていうと、例えば〇〇という行動は他の人を傷つけるからやめなさいとか、その子供本人の人格を否定するんじゃなくて、行動を否定するっていうような言葉にした方が、うまくいきます。なので、そういう言葉にね、ちょっと変えるように意識してみてください。ということでね、今回は子供がね、愛情不足になる言葉トップ3というお話をしました。他にもね、いろんな子育てのテクニックはあります。こちらについては、僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、動画の右上もしくは概要欄から読むことができます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。